今回は仮面ライダーガイムのデラックスマンゴーロックシードをご紹介したいと思います。ついに仮面ライダーバロンがこのマンゴーロックシードで強化フォームにチェンジするんですね。やっぱり仮面ライダーバロンはずっと南国系でいく感じなんですね。パッケージには前回の次回予告にもあったファイトオブハンマー、やっぱりファイトだったんですね。この辺の音声もすごい気になるところです。パッケージの裏面はいつもの通りロックシードの遊び方が書いてあります。では早速開封しましょう。マンゴー綺麗ですね。スイッチはブドウロックシードと同じ3連で、一番上が会場のボタンになってます。あとの下はブドウと同じくフェイクですね。で、絶縁テープを外して電源を入れたいと思います。お、これはバナナと一緒なんだ。バナナと一緒というかバロンが使うものは全てこうなるってことなんですね。で、いつもの通り後ろのボタンを押すと、こんなようにインベスゲームが遊べるのは変わらないですね。で、蓋を開けると上にはマンゴーの断面図、そして下にはバロンの武器ですね。これはファイトオブハンマーっていうぐらいだからハンマーですかね。ハンマーの絵が描いてあります。随分と美味しそうなハンマーですね。ちなみにこの上は LED が内蔵されているんで、こんな感じで綺麗に発光します。では戦国ドライバーを使って音声を確認していきたいと思います。フェイスプレートはバロンのものを使います。うわ、すごい独特な音声ですね。ではロックシードをセットします。おー、いいですね。音程はナイトオブスピアと同じで、セリフがファイトオブハンマーに変わってるだけなんですね。では3種類の必殺技を聞いていきたいと思います。最後は無双セーバーで音声確認します。はい、ということで今回はデラックスマンゴーロックシードをご紹介しました。マンゴーロックシードはバナナに比べてより南国っぽい、陽気な感じの明るいテンションの、サウンドになってましたね。個人的には見た目はそこまでかっこいいとは思わないんですけど、この音声は結構好きです。果たして劇中でこのマンゴーロックシードを使って仮面ライダーバロンがどのように戦うのか要チェックですね。